皆さんこんにちは、赤嶺幸男でございます。目高小学校第1期もう無事終了いたしました。とにかく皆さん熱い思いが強くてですね、かなり何回かはボワッと服着てんじゃねえよっていうような気持ちで皆さんにお話ししましたけど、それに応えていただいて非常にいい授業ができました。ただもうこの20名じゃどうしようもない、やはり多くの方からの応募をいただいてですね、7月からは一気に50名の方々に、応募いただいて、授業をやろうと思います。こちら講談社の講堂は110年の歴史がある中でいろいろと勉強ができる絶好の場所でございます。ここでですね、いわゆるリアルの授業、これとオンラインの授業、この2つをですね、皆さんと共に学んでいく、やはりリアルの授業で皆さんと顔と顔を合わせながら、やっぱりどうやろうか、やはりこちらにございますようなイギリスをまず知るところからしっかり勉強する、こんなふうに思っております。皆さん気合い入れてお願いいたします。